はい、ピースケでサクセスやっていきますということで、エビルヤシやっていきたいと思います。はい、一応打撃で固めて、であとはもう二股でなんとかしようっていう作戦なんですけど、マジきつい。これ何回かやってるんですけど、ちょこちょこ入れ替えて、なんかハマる気がしないですね。5人タックとか、まあ呼べれば強いのかなと思ったんですけど、ほぼほぼ打てないファントムが全然来ないんですよね。やっぱ守備ちっちゃうので、練習ちっちゃうのがなんかかなり痛いかなっていう思ってます。吸収もね、全然999来なくて、なんていう感じですね。おぞーす。あとはまあデートできるかどうか問題かな。まあ、あとはあれか、だからもう二股でもう人の集まってるとこにひたすら行くみたいな感じにはなりそう。うん、こんぐらいなら行ってもいいのか。もうファントムはもう全く期待できないので、ずっと吸収って感じかもしれない。まあいいか言っても。打てる？オッケー。で、とっとと打っちゃって。やる気くれ、やる気。くれなかった。これでタック打てるとありがたいんだけど。まあ、ここかな。来ない。どうしよっかな。まあ、次打つまでは耐える作戦でいこうか。ファントムは本当打てたらラッキーぐらいな感じです。はいはい。怖い歩き。で、
名鏡打ってもいいかな。で、2人とも間に合いました。ダンジョン、どこにおんねんってとこにいるからね、ファントム。一応3人いるんだけど、なんとも言えない。全員がだからもう 3,4 種類タック来て、あの持ってないと打てないよね基本。どこでもタック打てますせーとか。電池欲しいっす。ああま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 あ、こんぐらいだったら打ってもいいかなって。まあでも今回その二股なので5人以上いたら狙っていきたいはあるんですけど、イベント経験点なんでまだ打たない。きついなこれ。はいはい、まあどっちか踏む感じでいっか。ほい、もう進むはやる気回復で使う。筋力足りないかな。あ、こっちがいいと思う。怖っ。最悪。それでやる気上がるのか。まあまあまあ、回復プリーズ、やる気プリーズ、くれない。あ、カリスマ。全然やる気くれないこの辺。これはここかな。4人期待してます。だから山どうなんだろうな。クソきついと思うんだけど、やばいな。
まあ8000点ぐらい。これは打った方がいいか。ファントム消費しないとどんどん詰まってくるね。波動が欲しいかな。この感じは。二人。ばらけてますね。頼み申す。これは踏むか、さすがに。打撃くんなよ。OK。ついてなくてこれだったらいいか。吸収ももう投手の日じゃないので、ちょっと考えて打たないといけない。ああ強い。500点で強いっていう認識にしないと一生打てない。3個出したらもうマジで詰むだろうな。やっと開眼した。ゲロきついんですけどこれ。いっぱい来るわな。こっちがいいかも。アンドロメダか。いつ打つアンドロメダとか。タイミング次第ではゲームセットになりかね。
もう自動でいいです。きついなぁ。これはいきます。ファントム打たして頼むか。エーテルつけるファントムだったらありにしないと、いつまでたってもだよね多分。おお、そう、これが呼びたいよね。5人だとまあさらに呼べるは呼べるんだけど、ちょっと率が低すぎてやめましたって感じなんですけどね。まあだから明日からこの地獄の地獄のやつが開幕するということで、ちゃんと来れば強いのかな。いやー、そんなことはない来ないんだから。惑わされちゃいけん。エーテルつけるか。筋力欲しいねな。意外と敏将は今回その編成次第なんだろうな。経験点バランスは。つけちゃうよファント。ガンガン打ってやる。あ、ナイス。まあ、3人ならいいか。こっち？デートできねえな。ちょっと助けてほしい正直なんかうまいことやってる人いんのかな。逆にファントムに振り切るパターンもやった方がいいかな。
よいしょ。どうせ来ないなら確率上げるしかないもんね。吸収がよこれが呼べるなら、まあコンスタントに呼べるならねいいと思うんだけど。デートができないデートできないから、まあ一人かな。お待たせいたしました。さあ先制のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、まあ一人は広川ちゃんにするとかってことでね、二人ともこういうじゃなくて。追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー二塁という場面で、打ちました、痛烈、いった。厄介なピッチャーを選んできたもんだ。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは増川、今日4打点を挙げています。ピッチャーの栞さん可愛くね、なんか投げました。これはいい髪型具合といい、障害へのエビリードで迎える。いいね。てかずっと投げてんだけどこの人。ランナーなしという場面で増川、あっと降りない。障害ホームラン、兄さん7失点ですよ。7失点でも降りない、なんだマネージャーというかトレーナーというか。まあデートするか。最後もらえるか、3ターン足りない。井戸端来なかったな。今何点ぐらいな。2万。あーでもこれ彼女なしかな。お待たせいたしました。ワンアウトランナー一塁という下手したら来たー。左中間大きいぞ。吸収の確率低いもんな。エビル追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面でマスカバ打った。これはいい当たりだ。レフト線池がエビル。この回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターはマスカバ。今日はチーム打ちました。痛烈、いった、入った入った。エビル何にも練習がない左キラで敏捷の攻め使えると。むずー。
いやでもマジでファントム呼ぶしかない気がしてきたな。二股で九州こんぐらいしか呼べないってことだから。この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番マスカワ、投げました。やべ、初球から打ってった、取りました。変な球打っちゃった。エビルリードで迎える6回です。バッターマスカワ、投げました。初球打ち引っ張った。第2球、あっと、いった、ナイス。エビル、相棒使いたくもなってくるな、こうなると。お待たせいたしました。1球、ツーアウトランナーなしという場面でマスカワ、投げた、やべ、打ちました。初球打ち取って、これでスリーアウトチェンジ。エビル追う展開で迎える4回です。ワンアウトランナーなしという場面でマスカワ、初球打ちました。センター掴みました。エビル、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番マスカワ、今日はレフトフライとセンターフライ。投げた、エクスカリバー空振り、変化球にキレがあります。第3球を投げた、エクスカリバーボール、インローへ。第4球を投げた、打ちました。ボテボテの当たり、飛び込んだ、気迫を。エビル、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターは3番マスカワ、初球を打った、掴みました。これいやーしんどいなちょっともうこれはもうもうちょっとファントム呼べるようにしないときついかもしれないですね。吸収がちょっと期待できないのであんまり、うん、ちょっとまあ山に向けてなんか模索していきたいと思います。はい、ありがとうございました。バイバイ。